今紹介に預かりました中林です。よろしくお願いします。平先生、ちょっと時間を少し、早めに待っていただいて、井上先生のお話で私がいつも一番意見が一致しているなと思うのは、先ほどもありましたように美しいという概念からあまり逃げない、先生だということですね。私もやはり美しいというのじゃ関連論だということであまりそういうことは使わない、学者って多いんですけども、そこでは非常に共感しています。でまた江戸時代をどう考えるかとか、元禄文化をどう考えるかということは非常に面白いものですが、そういう話もしているとちょっと時間があるんで、今日は場合に形の上で、社寺仏閣がどういう状態であるかで、ここにですね、社寺仏閣の抵抗とということですけども、なかなか抵抗というのもないので、もう少しきちんと言うと、京都における社寺仏閣のある景観の意味と、その破壊に対するまちづくり運動というようなことにして、したいと思います。それを反映した新景観政策ということです。で私は、都市計画学の専攻で、大学は神戸なんですけども、主に京都の中で、いろいろ景観問題とか自治体問題を、やっております。それからですね、もう一つ非常に重要なプロフィールがありまして、12月14日生まれの横浜ですので一応本当に今日はこういう場に立てて、感無量になります。ということで、私はこの赤穂事件についてはもう非常に積極的な進展の見方をしております。それで、京都の話だということなんですけれども、社寺仏閣という点で一番私が大切にされたなというバーミンガムの例をまず少し話したいと思います。これはイギリスの奇跡と言われているんですけれども、というのは80年代までのイギリスは非常に荒れた状態だったんですね。そこから奇跡の復活をしたと、その象徴がバーミンガムという都市だ。でバーミンガムというのはロンドンに次いで第二の都市です。95万人しかないんですけども、イギリスは2番目に大きい都市なんですけど、こういうように運河沿いのところがまずきれいにされまして、それからこれは私ちょっと2000年ちょうどに、いたんですけども、まずこういう状態だったんですね。2000年後 の今のところから西の方へ来る、東の方へ来るとこういう状態で、この写真を見ると日本じゃないかという人があるくらいの場所だった。でそこにバーミンガム発祥の地であるセントマーチン教会というのがありまして、それほど大きい、教会ではありません。敷地もこれだけですので、もう千学でずっと小さい寺院ですけれども、この周りをですね、これ工事を始めの時なんですけれども、割りきれいにしまして、これがよく目立つように、再開発されました。にぎわいというのを、にぎわい、日本もにぎわいにぎわいといって都市開発をするんですけれども、本当ににぎわいは、自動車を止めるとにぎわいはできます。そういう証明だと思うんですね。でじゃあ周りに、商業ビルがいっぱい建ったん、再開したんですけども、よく見るとですね、4階建てぐらいなんですよね。日本の再開発の商業ビルというと超高層が建つんだけど、だいたい4階建てぐらいのビルを、建てております。ですから、前よりもずっとこの小さな、比較的小さな教会がくっきりと見えるようになりました。それがこれはちょっと余談ですけども、イギリスなど行ってトイレに非常に困ることが多いと思いますけども、イギリスにもやっと気がついたのか、トイレが非常にここにありますよという形で、デザインされて作られたのもこの再開発の特徴です。それからカテドラル、大聖堂があるんですけども、これも2000年に私がいた時には、すっかり入れない状態だったんですけども、このように、入れますし、実際によく人々が休む場所になっているということがあります。で京都なんですけれども、1980年代90年代の京都というのは、大体もうこういう状態に都心部は変わってきて、ひどいところはこのように、この2階だ
2階建てのところに廃油駐車場と高層ビルで、荒らされてしまった。で、今の都市計画の高さ制限は、あの赤いところが31メートルです。それから緑のところが15メートルになっております。こういうところですね。この話はまた後でしますが、この地図を大体使います。それで、この赤いところが京都の都心の中の都心から京都駅、それから伏見という無数大きな町の塊で、おおむね、この昔の自然の外周線が広い意味での都心部というふうに、思っています。で、この地図をちょっとぼやっとした地図ですけども使って場所を表していきたいと思います。まず世界遺産の一つでもあります当時ですけども、これはあの泉岳寺も鉄道商家に出てきますけども、当時も京都に来ると、まず見えるというので鉄道商家が出てくる、ものですけれども、これはもうあの歩道橋で、意地悪な写真ですけれども、こんなふうにあの、まあ、あの景観が見出されている状態になっています。それから二条城はまさに京都の一番中心部にある、世界遺産ですけれども、まあ、社寺ではないですが、京都の世界遺産は17の社寺、城で出来上がってですね。で、この二条城も、まあ、世界遺産になる前からなんですけども、ホテルが顔を出したり、それから、数十の高層マンションが取り囲んでおります。それから常福寺、この辺りはですね、まあ、西陣と呼ばれる地ですけれども、これもちょっとバブルの時にはすごく話題になったんですけれども、まさにこのマンションがご本尊かのような感じですね。こういう感じで、それから、銀閣寺、これは比較的最近の話ですが、これも、世界遺産ですが、ここのバッファーゾーンの山のところ、詳しく話してる時間はないんですけども、この赤い線があの先ほど五十嵐先生からもありました、銀閣寺という世界遺産のバッファーゾーンと世界遺産の制度の中で決められているところ。で、この山がここら辺にずっとあって、この続きのここら辺ですね、ここで、宅地開発が起こりました。起こりましたというか、もう山が一回壊されました。で、これは、ユネスコのその時の所長が、この事実について驚愕せざるを得ないという、手紙をもらいまして、宅地開発が一応縮小された。山の、まあ、周りのところが少し、緑が残ったということです。しかも、まあ、これは新しい、後からちょっと話します、2007年の新景観政策に、生きた事件になりました。向こうにあの見えるのが、これがあの大文字の送り火の山ですね。この下のところに銀閣寺があります。で、この周りが、まあ、あのちょっと残されたというふうにもあまりうまく写真では撮れないんですけども、これでもあの縮小された、宅地開発です。バッファーゾーン内の宅地開発。それでも業者はこんな看板を掲げてますよね。あの京都は大体そうです。自分で生み出した景観のところを売りにするというのは大体の京都の抹消開発の特徴です。世界遺産は京都の場合はこのように17の、社寺寺でなっておりまして、宇治市に2つあります。それから、大津市比叡山に、1つあります。で、バッファゾーンがそれぞれについて、決められているわけですけれども、次にここの宇治の平等院と宇治神神社のことについて、お話しします。これが、手で刺した方が早いから手で刺します。平等院で、それから、宇治神神社ですね、かなり近いところにあります。
宇治川がこの間に通っております。でこの赤いところがバッファーゾーンなんですが、ここにですねマンションが建ったんですね。この湾に近いところに建ったんで、それが平等院の背景に顔を出してしまいました。こんな感じですね。でこれはね1994年に世界遺産になってから起こってるんですね。非常に残念な例なんですけれども、そういうことが起こっています。で宇治川神社はあまりご存じないかもしれませんけど、歩いて平等院から20分ぐらいなんで、みんな行けばいいんだけど行かないんですけどね。世界最古、日本最古というか世界最古の神社です。でこの蛙又というの舞台が有名なんで切手にもなってるんですけれども、危機遺産という制度が世界遺産の中にあります。これもちょっと説明してる時間ありませんけども、先ほど少し五十嵐先生の話にもありましたけど、県の大聖堂は一時危機遺産になったんですね。それとちょっと比較してみますと、これはケルン大聖堂で、このピンクになっているところはバッファーゾーンです。でここら辺のここは駅にあるんですけども、ここに、超高層が建つということで、2004年に危機遺産になりました。ただ、ドイツは真面目な国なので、タクサキシを強化するということで解除されました。私もこの2回行ってるんですけど、この危機遺産になる前なので、その駅のところまでどういう状態か見えてないんですけども、ただバッハゾーンの大きさを少し比較しておきますと、これは同じ縮尺ですね。これバッハゾーンがピンク、これは、ね、Google から撮った地図、それからこれは平等院と宇治神社、これも大体同じスケール、これとこれも同じスケールにしています。こちらでいくと大体川が250メートルありますから、500メートルくらい先のところで、かなり遠いです。それでも危機遺産になっている。京都の場合は、ここ、平等院があって、もう本当に、ここですからね。こちらでいくと、まあ、200メートルぐらいのところに、15階建てのマンションが建ってしまったということです。まあ、バッファーゾーンのあり方についても、もう少し考える必要があるんじゃないか、ということです。それなおかつ、今の宇治川の平等院と宇治神神社の間にある、この中洲のところの桜が、おととし100本ほど切られてしまいました。桜の名所だったと。ここもけしからの話だなということで、いろいろ運動をしているんですけど、それで、神経管政策、2007年ということで、これもレジュメの方に、少し長い文章が入っているので、これは説明していると長いので、基本的に何を押さえていただきたいかというと、まず、これ都心部だけ拡大しましたが、この幹線道路沿いが45メートルの規制だったのが31メートルに2007年に変えられました。2004年に景観法ができて、その流れで2007年に京都の高崎線はここが強化されます。これは、まだ高いと思うんですけど、緑のところは、31メートル、この都心のあんこと言われているところは、31メートルだったのが15メートル、つまり、11階建てが建ったのが、4階建て、5階建てぐらいまでしか建たなくなったという、非常に画期的な決定がありました。でこのことで重要なのは、一つはやはりこれは住民運動が、主張していたことがそっくり、盛り込まれたような感じです。関東でもパクリというか分かりませんけど、私たちはパクリだ、パクリだというか喜んでいってるんですけども、しかし今20年、遅かったなと思っております。もう一つは、高さ制限を全面的に、強化したということです。これは都市計画法の高度地区を用いて行われています。そのことを押さえていただいて、2階建てのような町並み、ここはそれほど、いわゆる、きれいな町が並んでるわけじゃないんですけども、こういうところは前は、景観、一番重要な景観地区じゃなかったんですけども、こういうところも景観地区として認められました。
それからもう一つ15メートルと4階建てという意味でいうとこういう町ですね。私はこういうところとても好きなんですが、もう100メートルぐらいと京都のメインストリートである四条通りがあるんですけども、大体この4階建てぐらいで商業ビル、オフィスビルが立ち並ぶような高さというのがやはり15メートルだろうというふうに思います。しかしその15メートルで問題が起こっているというのが、さらに、後で出てくるわけですが、近年の動向ということで、まず社寺仏閣とは少し違いますけれども、岡崎という、上野の後に、明治の時に博覧会が行われて、ここは文化地区のようなところだったところに、前川国夫の、作品で有名な京都会館があったんですけども、これを本格的なオペラができる、ように変えたいということで、京都にありますロームという会社がありますが、これはもうロームシアター京都という名前に変わります。市の持ち物なんですけどね、命名権を50億で買いました。大阪にあるのに京セラドームというのと一緒ですね。大阪の人誰も京セラドームと言わないんです。でこれ本格的にオペラをするといっても、ね、ここに疎水があるので後ろには広げられないんでね、どうかなと思うんですけども、まあ、もう解体して、これは解体の始めですがもうなくなっております。で、まあ、新しく、建設中になっています。それからもう一つは、京都の、南の方にある伏見はこの川と北蔵、これ北蔵っていうんですけども、この蔵の景観が非常に重要だということが、景観計画の中に書き込まれているんですけども、しかしながら、これが先月、解体されました。そういうことが起こっています。でまあ、ちょっと京都市長の悪口を言ってると長くなるんですが、こういうのをホームページに平気で書いてるんですね。京都の文化というのは宮廷文化だから、その深みを理解してもらうには富裕層をターゲットにするのは必然ですと、こう言ってるわけです。よくそうかな。かリニアを京都へってのは市役所の判断です。あとしておきます。で今年の4月のにこの記事がちょっとここに読んでいただいたきっかけにもなっているんですけど、京都でこのお寺の関係のマンションがすごく問題になっていると。で一つ面白いのは規制が厳しいため資産価値が下がりにくくというところですね。投資目的で購入する人が多いというのは問題なんですが、規制が厳しいほど資産価値が下がりにくいという判断を記者がしたということですね。まあ、当然なんですね。このマンションを買った人が5000万円で買って、こちらのマンションが手に取ったらもう真っ暗でになるわけですから、規制が厳しくて、利益を得るのは高層マンションに住んでる人のはずなんで、ああいう論理は反対があったんですよ。新景観政策の時にも資産価値が下がるというので。今の記事に出てきた神社の様子などをちょっと流します。これは平野神社という神社ですが、これはかなりお寺、これはお寺側ですから、お寺自体が随分反対運動をやっています。上りを立っています。今の時期、紫式部というふうに宿が鳴っていて、とてもいい神社。それから六号院、これはかなり西の方にありまして、少しもう農村的な雰囲気があるところに、ここはまあちょっと上りは出てないんですが、近鉄のマンション、反対ということで、このマンションでこれはもう建っているんですね。嵐山電鉄のそばに建っています。これは15メートルです。それから明神寺というのは有名な明神寺とはちょっと違うんですけれども、浄土宗の明神、これはもうこの赤いところ31メートルのところにちょっとかかっているので、31メートル11階建てのマンションが建つんですね。2LDK で4000万ですから相当なマンション。でこれは看板なんですが、これがですね、綺麗な景観にもう見えないところが残念なんですけど、これを売りにしてるわけですね。でこれが自分のところのマンションが建つ。でここは明神寺なんですね。でこれもついでに言いますと、バブルの頃に本堂を上に上げて下を
飲食店などにしたお寺です。その下がこんな感じになってますね。ここはだからもう都心ですので、都心の幹線道路に近いところなので31メートルは建とうとしている。からこれも残念な例で、あまりお見せしたくないんですけど、梨の木神社、これは御所のすぐそばにあるんですが、鳥居の向こう側にマンションが神社なんですよ。ですからこの1の鳥居と2の鳥居の間にマンションが建とうとしています。こんな感じで宣伝をしております。まあいいとこですよね。御社の緑に囲まれて、で、まあ、鳥は残すんですね。今はもうこんな状態になってきています。それから、ちょっと成功した例も最後に、お口直しに、法然院というのは、法然院はですね、この会場と同じように、大変私たちのシンポジウム、他のことでいろいろ使わせてもらっているところなんですが、そこの敷地の続きに、まあ、哲学の道のそばにあるんですけども、ここの囲いの向こう側が法然院から続いている森なんですが、これを、道霊という会社の保養所があったのを買い取った、京都建物というところが、立ち返りをしようとして、まあ、法然院は境内もなかなかきれいなところなんですが、この法然院から、間に道があるんですが、これも実はもともとは法然院の所有の土地だったようです。これを売ってしまったので、まあ、わかるわけですね。ですからここの部分がこの木を全部切ると、まず最初に業者が言ったんですよね。で、それで地元の人が立ち上がって、バッファーゾーンにあるんじゃないかと、それからこういうように山から出てくる池が、水が池になってるんで、これはもう危険で、なんでこの木を切ってしまったら危険なんじゃないかということで、これもいろいろ働きかけることによって、一応、これを守りたいという人が、買い取った。京都建物の方はこの反対で諦めたという感じです。で、まとめをしている時間も3分ほどオーバーしているので、まとめはまた議論の中で言いたいと思いますけれども、やはり住民がいろいろ動くことは重要だけれども、これはなぜかというと、やはり文化財というのは日常生活の中で守られてきたし、日常生活が文化財を守るというので、まあ、不文律であった時からいろいろな制度を使って、景観重要建造物とか登録文化財にするとかいう形、あるいは地区計画、あるいは、もう少し住民独自の構想というのを作っていくというのは非常に重要だろうと。それから、法制度上文化財となっていないような、ものについても、随分重要なものがあるんですね。だから逆に、泉岳寺とか、世界遺産のところはもっと先頭に立って、これは絶対守れないというところで頑張る必要があるというふうに思います。それから、まあ、なかなか勝てないんですよね。勝てないんですけれども、失敗することもあるし、巡り巡って大成果を生むこともあるということがあります。ポンデザー問題の勝利というのは、これはこれだけ一言言って終わりたいと思いますけれども、京都の鴨川の三条大橋と四条大橋の間にフランス語の橋を架けたいという京都市長の案があって、これはですね、本島町のおかみである柴田さんという人、この人はお兄さんが自民党の府会議員をしていたりして、そういう保守的な系列の方だったんですけども、急に町づくり運動をやり始めて、そのお店をやってるんですけども、そこにはやはり芸能人の方が随分来てるんですね。まあ、近藤正臣さんとかが先頭に立って、すごい数の、署名、著名人の署名集め、つまり話題になるからですね、それだけ。ですから、まあ、泉岳寺の場合もひょっとしたら、そういう運動の仕掛け、まあ、有名人に頼るっていうのは必ずしも良くないんですけども、そういう作戦も場合によってあるんじゃないかなと。これは京都では、割にくっきりと勝利をした、例です。ちょっと大場しましたけど、以上です。